今日もおしゃれですね。ありがとうございます。ブランソンニューなの。どこのやつ。新ニューヨーク。おしゃれだね。今日はね、この冬初めて来た去年買ったインバーティアのダッフル。そうだよ、冬終わっちゃうよ。かわいい。この全然着る機会なかったけどね、やっと来ました。やっぱいいわ。じゃあちょっとカメラ館に行きましょう。ありがとう。ファッションチェックでした。今週の日曜日にですね、ちょっと写真展を、写真展というか写真展示販売で、フリーマーケットも一緒にやるんですけど、妻とそこで、使うですね、写真のマット、こういうやつ、こういうマットを買いに来ました。これを10、はい、こちらは20、はい、で、はい、でこれは今日買ってから、はい、はい、青山に移動してきました。ランチです。青山グランドで、僕たちが結婚式したところでランチしようと思います。で、この後、青山グランドの3階でですね、バトナーというニットブランド、僕も大好きな、今年の冬も 2個ぐらい買った、毎日着てた、本当にあったかくて、この冬買ってよかったものを服の中で一番ぐらい。買取した。あっちだわ。広告で来て、CM で来て、めっちゃ衣装で持ってきてもらったんだよね。そう。その展示会があります。そうだ、この階段結婚式の時に思い出さない。撮ったしとこだね。ウェディングドレスで。YouTube で出してないか。出してない。こんな感じです。写真出しとこう。はい。懐かしい。懐かしい。タイの昆布締めを作ります。教えてもらいます。作り方をよろしくお願いします。はい、僕このタイの昆布締めが好きでね、宮子さんが作る、うん、まあ、自分でも料理をちょっとずつ覚えようかなと思って、うん、まずこれをやりたいななんて話をして、今日初めてトライします。いいぞ。まずは昆布締め用の昆布をお酒を浸したキッチンペーパーで拭くっていうか、水気を含ませるみたいな感じで。そう、片面でいいの。ごめん、説明が悪かった。はい、両面ちょっと、うん、はい、いった鯛を乗せてって、この面積を上手に使うように。あ、いい匂いだね、昆布のね、うん、ね、4時間ぐらいは挟みたいと、うん、ちょっと高いところから振ってあげるとまんべんなく、うん、少し高い、ちょっと高すぎかもしれない。昆布の布団かぶせて、昆布の布団をかぶせまして、はい、密封するのがポイントですと、うん、いい感じ。ラップをしたら上にちょっと重いものを乗っけて圧力をかける。そう、この重しを乗っけて冷蔵庫、うん、で4時間、最低は、はい、また1個できること。クイック料理教室でした、うん、僕はこんな素敵なキッチンと、いい調理道具といい食材が家にあるので、うん、料理をちょっとずつする、これから学んでいこうかなと思ってます。ねっとり、いい感じ。うわ、すごい透明になってる。うん、透けてるよ、タイが。これはいい感じなんですか。わかんないけど、いい感じっぽい。おお、綺麗です、ね、美味しそうだね。おお、美味しい。美味しい、美味しい。めっちゃ昆布の味するわ。おお、いい感じ。うまっ。盛り付けが上手ですね。ありがとうございます。そしてこのお皿もいい感じだね。素敵でしょ。スリーコインズさんと一緒に作ったの。まさに今日発売開始して大反響のあった。はい、ただいま売り切れ中です、これね、うん、これでいくらなんだっけ。800円なの。800円なの。そう、すごいね。これもね、スリーコインズ。これもこれ一緒。300円、うん、これもスリーコインズ。それも作った。これもコラボ。コラボ。これもコラボ。すごいね。わ、なんかすごい宣伝みたいになってるよ。いやでもコラボの中にちょっとこういう、うん、まあ、宣伝っていうか自分が作ったんだもんね。そう、お知らせだね。はい、はい、僕は全く関わってません。ちなみにありがとう、お知らせしてくれて。全部色がさ、ピンク系のグラデーションになってて、あ、黄色入ってグッと締まるの。そう、うん、そうか、このお皿をね、買われた方はこういう風に使うこともできるよってことだね。そうだね、ありがとう。